はい、えー、今度はですね、えー、2021年、令和3年、愛知県高校入試 B 日程からですね、えー、関数の文章問題、これをちょっとね、えー、解説していこうかなと思います。で、どんな問題か見ていきましょう、A さんが使っているスマートフォンは、電池残量,り残量が100分率で表示され、0%になると使用できない。 このスマートフォンは充電しながら動画を視聴するとき、電池残量は4分あたり1%増加し、充電せずに画面を視聴するときは、電池残量は一定の割合で減少する。A さんはスマートフォンで1分50分の数学の講座の動画を2本視聴することとした。A さんはスマートフォンの充電しながら1本目の動画を視聴し始め、動画を視聴始めてから20分後に充電をやめ、 えー、続けて充電せずに動画を視聴したところ1本目の動画の最後まで視聴できたスマートフォンの電池残量が A さんが1本目の動画の、えー、視聴を始めた時は 25%1 本目の動画の最後まで視聴した時はちょうど0%であった次の102の問いに答えなさい A さんが1本目の動画の視聴を始めてから X 分後の電池残量を Y% とするとき A さんが1本目の動画の視聴を始めてから1本目の動画の最後まで視聴するまでの X と Y の関係をグラフに表しなさいと言ってるんですねで始めが25%あったよと言うからここに点が来るわけですよねうんせっ25とで20分20分だと、えー、1分4分で1%だから5%上がるわけですよねなんでここまで 20分でいったよと。で、えー、次に残りの30分で0になっちゃったって言ってるので、50の時に0だよねっていうふうにいけば OK ですね。こういうグラフになりますと。うん。で、A さんが1本目の動画の最後まで視聴した後、えー、2本目の動画の最後まで視聴するためには、 ためには2本目の動画はスマートフォンの充電をしながら何分以上人をすればよいか求めなさいと。で、えー、これまあねゼロスタートなので充電する時っていうのは4分で x が4分で1%増えるって言ってるのでこれ傾きが y イコール4分の 1x っていうこういうまあゆっくりした直線だっていうふうに考えるんですねうんで充電ののちで、えー、50分で0になるでこれ傾き電池の減り方って30分で30%だからこのね直線の傾きっていうのは y イコールマイナス x だよっていうのが ソードがつくんですねじゃあこの時に切片いくつかっていうところで50になりますよね x に50をいた時に y が0にならなきゃいけないのでそうすると b はまあ b=50 っていうふうに自動的になるんででこれとこの連立を解けって言ってるんですね。でそうすると何分以上になるかっていうのは分かると。 そうすると4分の 1x イコールマイナス x プラス50とで4分の 5x イコール 50x イコール40っていうのが答えとして出るかなと思うんですねつまり40分以上主張すれば良いっていう答えになりますねうんまあこんな感じでえ まあこの問題は比較的、えー、他の都道府県に比べて優しめの問題だったのでぜひぜひね、えー、これぐらいの問題は解けるようにしておくといいかなと思いますもしよろしかったらチャンネル登録高評価コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました